ます。じゃあ。3月からのこう、まあ、連戦になるんですけれども、コンディションや調整というのはどうでしょうか。そうですね、まあ、3月のこう試合の追い込みのまま、あんま休む間もなくまたすぐ練習入れたので、まあ、よかったかなと、いい感じです。3月はこうパンチでこうダウンを奪っての勝利だったんですけれども、試合を振り返って改めてどんな感想をお持ちでしょうか。まあでも、なんだろう、思ったより、その自分が思ってた以上にやりやすい展開ではあったので、まあ良かったねって結構言われるんですけど、まあ自分的にはまあもっと余裕あった分いろいろできた方が良かったなっていう部分があったりとか、まあ思うことはありますね。それからこうパンチの技術っていうのはまたこう伸びてるっていう時間あるんですか。ありますね。なんかパンチ苦手なので、パンチが上手な方との練習をたくさんさせてもらって、まあ、打ち合いもできるようになってきたので、まあ、前よりはかなり自信つきました。対戦相手としての美桜選手の印象はいかがですか。はやっぱパンチが上手っていうのと、まあ、こうキャリアの長い選手なので、まあこうなんていうんですか、まあすごいいろんな技を持ってるだろうなっていうか、まあその場の対応が何でもできるんだろうなっていう、まあ、そういうイメージありますね。試合が発表された時はこうちょっと弱気な感じだったと思うんですけど、今はどんな感じなんでしょうか。うん、常に弱気です。まあでも当日はその分爆発させるんで、でも今は弱気な分怖いから、その分一生懸命練習して当日は大丈夫だって言えるように今頑張ってるところです。回転寿司の、まあ、SNS でこうやりましたけど、それについてどう。いや、まずこの三茶からシルバーウルフをこう歩いてる時にそれを見たんですよ。どっかで見たことある絵だなと思って、鳥肌が立って、本当に怖かったです。在住のことでもこう互いにコメントしてましたけど、それはなんかわかんないですけど、私にとってこう減量してる選手が
こう減量の経過を写真載せていくようなイメージなんですよ、私にとっては。それが上からか下からかの問題で、自分は体重増やしたくてあんま増えないんで、まあ、そこだけの違いかなって思って、だからパワーがないからどうこう言ってるわけでもないね、まあ、パワーがない分その分技術で補いたいなって思ってるし、もちろんパワーつけたくて今必死に食べてるんで、そういう思われてたんだみたいな感じです。でもこう負けたくないっていう、こう気持ちは強いですか？まあ、負けるのは好きじゃないんでそこはちょっと、まあ、負けたくないですね。アベマのこうビジュアルにもこう取り上げられてましたけど、こうそういうふうに注目されてることについてはどうでしょうか？あ、自分がってことですか？ K-1 さんプレッシャーかけるなと思ってまあでもこんなそんな素敵な機会をというか、まあ、チャンスだと思ってしっかりそのチャンスはなんていうんですか、掴めるようにしっかり頑張りたいと思います。まあ、3月以降 K-1 でも女子の試合がこう多いんですけれども、はい、そういう中でこうどんな試合をこう今回見せたいと思っていらっしゃいますか？そうですね、まあ、K-1 の女子といったらやっぱカナさんなので、まあ、カナさんはぶっ倒すタイプの女性なのでまあ私はまだそんなぶっ倒せるわけじゃないので、まあ、しっかり技術とか、まあ、スピードだったり、まあ、そういうの面でいい女子の試合を見せるだろうなと思ってます。最後にファンの皆さんに向かってカメラに向けてメッセージをお願いします。一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。おっす